セリフなし？すみません。いやいやいや、次主人公と犯人の麻生が初めて対峙するシーンでしょう。なのに西条さん演じる麻生のセリフ全削り？あ、いや、あの全削りっていうか、なんか演出的にセリフない方が麻生の得意性が増すだろうって坂巻さんが西条さんとセリフの掛け合いなんてしたら岩の船井の棒読みが目立つからだろうね。マッチってあのさ、演技プランは元のセリフに合わせていいんですか？え？はい、了解です。始めましょうか。あ、はい。キャラじゃねえぞ後輩。で、誰のせいだっつの？なぜ人をもてあそぶんです？たくさんの人に罪を犯させて教えてください。あなたのことを僕にお願いだ。僕はあなたの心も救いたい。きっとあなたは愛を知らないかわいそうな人だから。なんて表情してんだよ。オーバーキルじゃねえか。スタジオ全員凍りついちまったよ。